ジョン・ホーブス・ナッシュ・ジュニアは、アメリカ人の数学者。ゲーム理論、微分期科学、変微分方程式で著名な業績を残す。1994年に、ゲーム理論の経済学への応用に関する貢献により、ラインハルト・ゼルテン、ジョン・ハーサニと共に、ノーベル経済学賞を、2015年に、非線形変微分方程式論とその幾何解析への応用に関する貢献により、 ルイス・ニーレンバーグと共にアーベル賞を受賞した。微分幾何学ではリーマン多様体の研究に関して大きな功績を残す。1959年から統合失調症を患うようになり、1960年代には精神病院に通いながら研究を続ける。1970年頃から寛解に向かい、1990年代には症状が出なくなったとされる。 自身の反省を描いた映画、ビューティフルマインドは、天才数学者としての偉業と成功、及び後の統合失調症に苦しむ人生を描いた作品である。1928年6月13日生まれ。出生地は、ウェストバージニア州ブルーフィールドで、電気技術者の父と、英語及びラテン語の教師であった母の間に生まれた。幼い頃から、他人との共同作業を好まず、 一人でいることを好み、また何事も自分の考えた方法で行うことを好む少年であった。12歳の時、自室で科学実験を行い始める。この頃すでに彼が非常に聡明な頭脳の持ち主であると家族や友人は気づいていたが、その知的聡明さゆえに友人からは拒絶され、また彼自身も友人たちが狂じているダンスやスポーツが、 自分の実験や勉強に対して悪影響を及ぼすものであると信じていたようである。高校は地元のブルーフィールドカレッジに進学。この頃、ET、ベルの著書メンオブマスマティクスを読み、後の専門分野となる数学に興味を持つが、電気技術者の父の影響で科学や電気工学を専攻する。17歳の時、カーネギー工科大学に ジョージ・ウェスティングハウス小学生として進学。入学当初は専攻が科学工学であったが科学に変更。その後教員の勧めで数学に変更。選択科目で国際経済学を学び、経済学に対する興味を持つ。この大学で1948年に学士号と修士号を同時に取得。ナッシュは博士課程をプリンストン大学で過ごすこととなるが、 カーネギー工科大学での指導教官であるリチャード・ダフィンがプリンストン大学へ送った推薦状には HE's、e. A Mathematical Genius と書かれていた。プリンストン大学博士家庭在学中はゲーム理論の研究を行い、1950年、非協力ゲームに関する博士論文論コーポラティブゲームズで博士号を取得。この論文は アルバート・ウィリアム・タッカー教授の指導のもとに書かれ、後にナッシュ均衡と呼ばれる非協力ゲームにおける均衡解に関する定義と特性が含まれていた。この頃にナッシュはゲーム理論に関する以下の3つの論文を発表している。しかし、ゲーム理論の研究は着想としては興味深いものの、数学の博士号を得るには数学的に貧弱なものであったため、 ゲーム理論に関する研究が博士論文として認められなかった場合に備え、ナッシュは当時から微分幾科学のリーマン多様体への埋め込み問題の研究にも着手していた。ゲーム理論の研究が一通りまとまった博士課程終了後にマサチューセッツ工科大学やランド研究所でこちらの研究に本格的に取り組み以下の重要な論文を残している。実際、 ナッシュ自身が私の仕事の中で特につまらないものと評しているようにナッシュの数学者としての評価を高めたのはゲーム理論に関する仕事ではなくこのリーマンタ容体に関する仕事であった。1953年当時の恋人であったエレノアとの間に子供が生まれるが結婚には至らなかった。1954年にサンタモニカで逮捕されたことが原因で ランド研究所でのポストを失った。1957年2月にエルサルバドル出身で MIT の学生であったアリシアと結婚する。1958年、アリシアが妊娠し、また29歳の若さで MIT の就寝職員の権利を得る。しかし、この頃から異常な言動が目立ち始め、1959年に病院で検査を受けた結果、 現在で言う統合失調症であると診断される。この頃、ナッシュは数学界最大の難問とも言われるリーマン予想の証明に先進しており、そのあまりの困難さが彼の精神を蝕む要因となったとする見解を示す者もいる。1959年、MIT 職員を辞職し、ヨーロッパとアメリカを放浪するたびに出る。1960年に、 プリンストン大学近郊に戻り、病気の治療で入退院を繰り返しながらも、数学の研究を再開した。この頃の病状は、非常に重く、大学校内を無意に徘徊することもあり、ファインホールのファントム等と言われることもあった。1963年にアリシアトリコン。しかし、アリシアは1970年に、ナッシュは夫としてではなく、同居人の形で引き取り、 彼の闘病生活を支えることを決心した。この頃から、ナッシュの病状は少しずつ回復の兆しを見せ始める。1978年には、カルトン・レンケと共にジョンフォンのイマンディ論賞を受賞する。この受賞対象となった仕事は後に、ノーベル経済学賞を受賞する。ナッシュ均衡に関する仕事と大枠では同一であるが、こちらは、 情報工学における検知から増床されている。1980年代後半には統合失調症から回復した。2011年1990年代以降は形式上研究者として引退していたが、プリンストン大学の数学科の校舎にはナッシュの研究室があり、研究を続けていた。1994年にゲーム理論に関する功績によりゼルテン、ハーサニと共に、 ノーベル経済学賞を受賞。1999年にマイケル・クランドールと共にスティール賞を受賞。この頃にはアリシアとの関係も元の状態に戻っており、2001年に再婚した。世界中の大学や学会で講演、指導を行い、1999年にカーネギー・メロン大学から名誉博士号を2003年にフェデリコ・ニセイ・ナポリ大学から 名誉博士号を2007年にアントワープ大学から名誉博士号を2011年に香港上司大学から名誉博士号をそれぞれ送られている2012年にアメリカ数学界のフェローに選出された2015年5月19日にリーマン多様体の埋め込み問題に関する功績によりニーレンバーグと共にアーベル賞を受賞オスロで行われた 受賞式からの帰路5月23日にニュージャージー州でアリシアと共に乗っていたタクシーが事故を起こし、夫婦は共に車外に投げ出され死亡した。ナッシュは86歳、アリシアは82歳であった。ナッシュの精神障害は最初は変質病の形となって現れ、後に彼の妻はそれを蒸気を一した振る舞いであったと記している。ナッシュは赤いネクタイをした男はべて、 共産主義的陰謀に巻き込もうとしているものと信じていた。ナッシュはワシントン DC の大使館に対して手紙を書き、共産主義者らが政府を設立しようとしていると訴えた。ナッシュの精神問題が彼の職業人生に影響を及ぼしたのは1959年のコロンビア大学におけるアメリカ数学会の講義においてであった。それは リーマン予想の証明に関するものであったが、講義の内容は理解不能なものになっていた。この講義にて聴講者らは、彼は何かがおかしいとすぐに理解した。1959年4月、彼はマクリーン病院に入院し、5月までの入院となり、そこで彼はパラノイド型統合失調症と診断された。1961年、ニュージャージー州立トレントン病院に入院し、 9年以上を精神病院で過ごし、そこで抗精神病薬とインスリンショック療法を受けた。ナッシュは薬物療法を受けていたが、それは薬を使用するようにとの圧力のためであったと後に記している。1970年以降、彼は病院に通院しなくなり、また薬物療法を受けることも拒否した。ナッシュによれば映画ビューティフルマインドでは、 新種の否定型抗精神病薬を取っていたとされているが、それは不正確だとしている。ナッシュは映画のシナリオライターが、この障害を持っている人々が映画によって服薬を中断することのないようにと配慮したものだとしている。ナッシュは抗精神病薬は過大評価されており、その副作用が十分に考慮されずに精神病患者に与えられていると感じていた。 映画の元となった書籍、ビューティフルマインドの著者であるシルビア・ネーサーによれば、ナッシュは時間をかけて徐々に回復したのだという。その時期には、アリシアに元気づけられながら、共に生活し、プリンストン大学数学科の面メ々ンメンは、病気により奇妙な行動をとるナッシュを受け入れてくれていた。アリシアによると、ナッシュの寛解は、周りのサポートによる静かな生活のおかげであろうとしている。 ナッシュは精神的不調が始まったのは1959年の序盤で彼の妻が妊娠していた時であるとしている。彼はその過程を科学的な合理的思考から精神医学的に統合失調症やパラノイド統合失調症とされるような人々特有の妄想的思考へと変化していったと記している。この時期のナッシュは自身は特別な役割を担っており、 世界で最も重要な人物であるという古代妄想に取り憑かれていた。ナッシュがこのような思考に陥った要因として自身の望んでいたほど周りの評価が高くなくもっと認められたいという願望やナッシュ独自の科学的思考による過度なプレッシャーを感じていたことが自身の言葉から示唆されている。その後、妄想や幻聴による思考を無駄な労力として自ら 意識的に排除することで徐々に症状が落ち着いていったという、ありがとうございます。